では次ですね、オルガン行ってみましょうか。これオルガンなんですけれども、まあ、いろんな奏法はあるにせよ、基本的にはこう隙間を埋めたりとか、こう音をね、コードを鳴らしっぱなしにしてあげたりする、でアレンジに厚みをつけるっていうことが多いんですよ。ではまずちょっと聞いてみましょう。このアレンジの場合だとこういう感じですね。っていう感じになってます。ただ伸ばしてるだけみたいな感じで、本当は厳密に言うとこれ、ね、できるだけ指から離れるタイミングは少ない方がいいんですけれども、ポイントとしてはコードがありますよね。この前のコードと後ろのコード、コードチェンジする際に共通音ってありますよね。例えばコードが C だったとしたら G ってありますよね。 G と C ってコード共通音ありますよね。ソという鍵盤が共通音なんですけれども、そこはこのように鳴らしっぱなしにしてあげるっていう考え方がいいんですよ。なのでそれを打ち込みで再現するにはどうすればいいかっていうのをやっていきます。ではまず同じくリージョンを作っていきましょう。そうしたらどうすればいいかというと、例えばファラドっていうのを打ち込みましょう。ファラドって入れましたよね。で次にソシレ、リアルタイムで入れますね、とりあえず。はい、これでひとまず入れてみました。入力しました。で入力した時にほら共通音がありますよね。この共通音、ほらこれ、これをコマンドを押しながら J で2つ選択してくっつけちゃってください。これも一緒ですよね。でしてあげると、一気にそれらしくなるんですよ。これストリングスでもよくやりますね。この後ですよ。音がつながってますよね。っていうのが一つのポイント。そしてこれ今3和音で鳴らしちゃってるんですけれども、場合によってはこれ3和音で鳴らすと結構圧が強くて倍音が多い楽器なんですよ。なのでうるさく感じちゃう時あるんですよね。なのでパワーコードで鳴らしてあげるっていうのがいい場合もあります。パワーコードは何かというと、ドとソですね。もしコードが C だったとしたらドミソなんですけれども、ドとソだけですね。つまり言うと3度を抜いたコードです。でなんでこれが相性いいかっていうと、3度って実はマイナーとメジャーを分けるっていう役目を持ってるんですよ。3度が下がるだけでマイナーとメジャーが分けられるんですけれども、分かれるんですけれども、ほらですよね、真ん中の音が動いてるだけでこんだけ変わると。でもこの1度と5度の関係って変わってないですよね。つまり言うと5度って実は周波数的に1度と相性が良くて、1度を強化するための5度みたいな感覚なんですよ。ハーモニーを強化するため、太くするためっていう感覚なんですね。なのでこれはもう1の延長線上であるものと考えちゃっていいんですね。なのでこれだけでも十分かっこいい音にはなるぞということなんですよ。で3度を抜いてみましょう、ね、3度を抜くとどうなるか。あ、展開系になってると3度の位置が変わっちゃうんですけど、これ注意してください。でもこれちゃんと この空間がどんだけ離れてるかっていうところでボイシングも変わってくるので、いろいろアレンジの中で試してみてください。ほら結構シンプルになりましたよね。例えばここを短くしちゃってもいいんですよ。そうすると途中で3和音になって、あとはっていうにかなりシンプルな響きになりましたよね。っていう使い方が実は結構できるんですね。であとはこんなポイントがあります。でこのポイントというのは何かというと、奏法ですね。他にもいろんな奏法があって、グリースサンドっていうのがあるんですよ。こういうわざと音を濁らせるっていうね。つまり言うとコード弾くときにいきなりコード弾くんじゃなくて、ここ手のひらでできてこうコードを狙うっていう弾き方よく聞きますよね、こういうのみたいな感じっていうのをやっていくと。でもこれ僕今鍵盤、重い鍵盤でやってるんですけれども、デジタルピアノみたいな、これ手のひら結構痛いです。手のひらで揉むようにもうかなりこれ机が揺れちゃうので今あんまりできないんですけど、っていう風にやっていくと、手のひらでゴニョゴニョってやっていくんですね。そしてあともう一個奏法があります。これ半音を引っ掛けるっていう考え方ですね。つまり言うといきなりミを押すときにって押さずにみたいな感じですね。トレーテッテトレーテッテッテーンっていう風に弾いてあげるんですよ。でそれどういう風に行うかっていうと、イメージで言うとこんな風になります。打ち込むとこうトゥルーンってほら
なってますね。打ち込むときは要するに言うと、普通にキーを打ち込んであげたら、その前のところにこう短い鍵盤を持ってきてあげれば、半音下で持ってきてあげるとトルーンってなりますっていうのがポイントです。あともう一点あるんですけれども、鍵盤のこの一番左についてるモジュレーションホイールってありますよね。これ上に上げてあげると音がワンワンワンって揺れるんですよ。これはオルガンのエフェクターの効果でですね、上に上げるとこれがね、早くこの回転してくれたりして、ロータリースピーカーっていうエフェクトがあって、音色によってはロータリースピーカーが反映されて、ワン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 っていうかっこいいね、まさにハードロック的な雰囲気の音になる、使い方もありますので、そういったコントローラーもちょっと試して遊んでみてください。では次にシンシサイザーのお話いきましょう。いかがでしょうか、楽しんでいただいてますでしょうか、ね、ちょっと長くなってきたので一回席をね立ってスクワット30回やってみてください、全力で。で集中力を高めてちょっとまた進めましょう。僕のチャンネルではこういった情報ですね、リクエストもこういう風に受け付けさせていただいて、どんどん更新をしておりますので、ぜひチャンネル登録をして最新情報をゲットしていってください。そして、高評価やね、グッドボタンですね、もしいいなと思ったらしていただけたら最高に嬉しいので、モチベーション上がって次の動画もどんどんね作るぞってなりますので、ぜひよろしくお願いします。実際のレッスンで生徒さんがねこれ悩んでることっていうのもフィードバックして、この動画作りに生かしてまいりますので、これからもご期待ください。では続き後半戦どうぞ。ではね、シンセサイザーといってもいろんなシンセサイザーがあるので、一概にこれって言えるものはないんですけれども、よく使われる定番のサウンドとして、まずですね、プラックっていうシンセを紹介しますね。こういう音です。なんか聞いたことありますよね、結構可愛いサウンドとか、中にはかっこいい曲にも効果的に使われているものもありますよね。これはプラック系って言われていて、弾くっていう意味があるんですよね。なので例えばこの曲で使っている使い方としては、もうコードトーンを中心にこう分散してあげてるっていう感じですよね。リフレインのようなフレーズの感じで、てっ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 ていう感じなんですけれども、ここでのポイントはステレオディレイっていうエフェクトをですね、ここから選んであげるとステレオディレイですねにしてあげると、より雰囲気が出ます。こうステレオディレイないと、まあ、こういう音なんですけど、入れてあげるとっていう感じになります。でここでどういう風に打ち込めばいいかっていうと、意外と簡単で、実はもうオルガンとかをねコピーペーストしてあげて、あとはこのアルペジエーターっていうのを入れるだけでも、実はねそういったことができたりするんですね。っていうのもあるし、あとは純粋に演奏をしながら、アルペジエーターじゃなくて演奏しながら、録音しちゃうのもありですよね。っていうのもありなんですけれども、じゃあねこのマウスだけでやるならどうすればいいかっていったところもちゃんと説明していきますね。でその場合はもう純粋に短い音符で入れてあげるんですよね。例えば鉛筆にしますよね。そしたらいいじゃないですか、コマンドをしながら R で複製していくと。で例えばこうトゥ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 ってなりますよね。これちゃんとコードに合わせて変えた方がいいので、ちゃんとねこれをね上げてあげると、音でコードに合わせて変えていくと。でこれはもちろんね、いろいろ組み替えたりとか、バリエーションをねこう自分でこう勝手に変えてあげるっていうのはいいですよ。あとこのわざと間を抜いたりとかね、ここはいらないとか、抜いてここも抜いてみるとかでしてあげたら、またバリエーションができます。いいですよね。でさらには、さっきやったこれですね、コマンドを押しながら数字の9を押すと、ね、こういったヒューマナイズでさっき使った項目なんですけれども、これを全部選択してあげて、これランダマイズっていうのもあるんですよ。ランダマイズ、例えばここにピッチをランダム化にすると、音程をですねバラバラにすることができるんですね。やってみましょう。 C1 から C5 の間にかけてバラバラにしてくれる。ほらかなりバラバラになりましたね、みたいなこともできます。ちょっとかなり音痴になっちゃいましたね。その場合はスケールコンタイでしましょう。例えば C ってしてあげて、メジャーにしてあげると、メジャーの C のキーでクオンタイでしてくれます。
これでもちょっと微妙な感じになりますけどねっていうやり方も一応あるので、あとは別にバラさなくてもオクターブで入れてってもいいんですよね。てっ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 ていう感じで、その時の考え方のコツはてってなので、1マス上げててってみたいな感じです。てってっていう風に考えてあげるんですよね。あとはもう一番もっとシンプルな考え方としては、もう連続で打ち込んじゃうんですよ、この鉛筆モードでダダダダダって。この打ち込み方っていうのは普通ですね、コマンドを押すと今鉛筆モードになるんですけれども、それに加えてシフトボタン、コマンドとシフトを同時押ししてあげると、これですね、ドラッグすると音を一気に弾けるんですよ、バーって。でこうしてあげて全部並べますよね、16万歩で。そしたら音程をね、ちゃんとコードがラだったら、ラのところにコードを合わせてあげると。でミに、前の小節はミにしましょう。これだと同じ音程で嫌だから、わざとこうね、歯抜けにしてあげたりとか、選んだ歯抜けにするとか、あとはこうね、1オクターブ上に上げる下げる、上げる下げる、上げる下げるみたいなのをやってあげるんですね。こうやってしてあげるとどうなるかっていうと、っていうことができるので、必ずしもリアルタイム入力じゃなくてもこういった打ち込み方ができますね、っていうのがこのプラッグです。もし質問あればいつでもください。では次に行ってみましょう。